きにくいです。生きやすい世の中になってほしいものです。ステ様になりたいです。ステ様を殺したい。だからヴィラン連合に入れてよ。田村くん、血を取るとその人に変身できます。取った血がエネルギーになるので変身時間と摂取量が比例します。コップ一杯でだいたい1日くらいです。一度にいろんな人の血を飲めばそれだけいろんな人になれます。服も合わせて変身できます。もともと着てる服と重なるから一旦裸んぼにならないといけないので恥ずかしい。間違いなく日本の、いや世界の犯罪史上に名を残すであろうヴィラン、ヒーロー殺しステイン。彼は何のために犯罪を繰り返してきたのか、その目的は一体何なのか。多くの奴らは気づいてないだろう。天の人、ステ様の仲間だよね。ねえ、私も入れてよ、ヴィラン連合。まさかこのイカレオンの入れるんじゃねえよな。殺されるかと思った。ヴィラン連合には必要なのだ。これ、いや、可愛くないです。そんなこと聞いてないです。可愛くないって話です。ん？ん？浅い、少な、トガです。二人とも可愛いね。イララカさんとアスイシが少ないとダメです。普段は切り口からチューチューとそのを吸い出しちゃうのですが、この機械は刺すだけでチューチューするそうで、お仕事が大変はかどるとのことでした。刺すね。私もスイちゃん、スイちゃん、スイちゃん、黄色、かわいい呼び方。私もそう呼ぶね。だけなの。血出てるね、お友達のつゆちゃん、かわいいね。血って私大好きだよ。お茶子ちゃん、あなたも素敵。私と同じ匂いがする。好きな人がいますよね。好きな人と同じになりたいよね。当然だよね。同じもの身につけちゃったりしちゃうよね。でもだんだん満足できなくなっちゃうよね。その人そのものになりたくなっちゃうよね。しょうがないよね。私はボロボロで血の香りがする人大好きです。だから最後はいつも切り刻むの。恋バナ楽しいね。チューチュー、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 チューチュー。うららか、人が増えたので殺されるのは嫌だからバイバイ。なんだ今の女。ヴィランよ、クレイジーよ。あれ、まだこんだけですか。イカレ野郎、血は取れたのか。何人分だ。一人です。一人？最低三人はって言われてなかったか。仕方ないのです。殺されるかと思った。お友達ができたのと気になる男の子がいたのです。邪魔するんですか。あなた少しも好みじゃないけど。刺してあげます。ごめんね、イズくん。またね。刺しましょう。終わらせる。田村くん、終わりたくないです。何してる、トガ。素敵な遊びをしていました。定期連絡は怠るなよ。一人捕まれば全員が危ないんだ。大丈夫なんです。私は今まで見つからずに生きてきたので。イズクくんの血を手に入れました。殺してやる。トムラくん、私刺せるよ。刺すね。トムラくん、あいつら刺すよ。ダメだ。トムラくん、まだダメだ。少しは働け、出向組。はーい、任せとけ、オーバーホール。こいつは成長あらヴィラン連合。
違います。今は時代遅れの天然記念物、極道者のトガです。悪者なのです。ことごとく！トガ卑弥呼！トガ！そうだよ、トガです！覚えててくれた？また会えるなんて嬉しい！嬉しいな！イズクくん、嬉しいな！私たちは何でしょう。私にとって連合は気持ちがいい。ステ様がきっかけでした。私も私のやりたいように生きやすい世の中にできるものならしてみたいと思うのです。ねえ戸村くん、何のために辛くて嫌なことしなきゃいけないの。上からの命令で仕方なく来ました、トガです。もしもの時ならもしもの時に教えます。あなたたちのことまだ好きじゃないので。自由でいたい。私は私の思うまま、やりたいようにやるだけだ。せっかく協力してあげてるのにひどいね、極道。ほんとしょうがないですね。どうせきっと寝たきりの組長さんがしょうもなかったんでしょうね。気の小さい人ほど怒りっぽいのです。気の小さい人ほど怒りっぽいのです。怒って注意が散漫になります。気の小さい人ほど自分が弱いのを隠したがります。自分を強く見せたくて人を上から見下すのです。極道かっこ悪いですね。ズク君のボロボロな姿また見たいな。でもそれと同じくらい今はオーバーホール君に吠え面かかせてやりたいのです。うららくさん、応援を呼びに来た。あっちの十字路の真下に目的がいる。さらに混沌プルスケイオスって感じですね。コピーのあなたがリスクを負ってください。はい。もうあいつらやっぱイカれてるよ。優しさ感じちゃってた俺がバカだったよ。